俺、勝ったのか？負けちゃった。やっぱりリトはすごいね。この短時間で戦い方をバッチリ身につけてるし、それに私を助け出すためにモンスターと戦うリト、すごくかっこよかったよ。そんなことねえよ。ララが捕まったって聞いて無我夢中だっただけだし。とにかく一旦戻ろう。ララ、本当に怪我はしてないんだよな。俺思いっきりララのことを攻撃しちまったけど。平気平気。ラッキーアイテムは攻撃されるとすっごく気持ちがいいんだ。そんなことできるか。いいか、俺はもうこんなことはしないからな。残念。それでどう？そんなことわかんねえよ。それより早く元の世界に帰ろうぜ。まだ早いと思うけどな。せっかくトラブルクエスト2を作ったんだから、もうちょっと遊んでいこうよ。そうそう、大事なことを言い忘れてました。このホームではリトさんにとって素敵なことが起こるかもしれません。素敵なことってなんだよ。それはですね、リトさん、ちょっとこちらに来てください。俺の部屋に何か用か？もういきなりのしかかってこないでくれ。このようにダンジョン探索の隙をついて女の子と仲良くなってください。これもハーレム計画の一環ですから。何言ってるんだモモ。俺は外に行くからな。ドアが開かない。どうなってるんだ？このホームでは一緒に閉じ込められた女の子とある程度スキンシップをしないとドアが開かないシステムになっているんですよ。なんでそんな迷惑なことになってるんだよ。お姉様の発明品の欠陥です。いつものことじゃないですか。なら、でもこれまでは普通に出入りできたぞ。
何らかの特殊な条件の時に発動するようです。それなりに心構えをしておくと良いと思いますよ。心構えってどんなだよ。ではリトさん、私の顔に触れてください。スキンシップをしないと絶対に部屋から出られませんよ。こうか？なんだかすごく恥ずかしいんだけど。もう少し優しくお願いします。ああ、ロックが外れたようですね。助かった。ですが必要なスキンシップの強さはその時々で変わります。これからは頬に触っただけでは開かないかもしれません。なんだって、システムを止めることはできないのか。お姉様の話ではトラブルクエスト2に連動しているのでどうしようもないそうです。女の子と仲良くなれるんですよ。もっと喜んでください。そんなわけにいくか。ドアが開いたんだからララのところに戻るぞ。ああリトさん。お姉様の発明品のバグをうまく使わせてもらいました。リトさん、どうか頑張ってくださいね。さてと、私は。それじゃあ、モモ、リト、こっちに集まって。って、あれ？どうした、ララ？モモが見当たらないんだよ。本当だ。さっきまで一緒だったはずなのに、いつの間にいなくなったんだ。心当たりはないのか、ララ？私も本当に知らないよ。どこに行っちゃったんだろう。どこかその辺に隠れているのか。モモ？モモ！ん？何か鳴っているぞ。何の音だ？あれ？モモから電話だ。もしもし？今どこにいるの？お姉様、そちらにリトさんはいますか？もういるよ。代わろうか？お願いします、お姉様。もしもし、モモか？今どこにいるんだよ。実は、その、おそらくダンジョン2階の最深部です。はあ？なんでそんなところにいるんだよ。どうかリトさん、助けてください。何言ってるんだ、もうそんな手には乗らないぞ。いいからすぐに帰ってこい。無理です。何が無理なんだよ。なんだって？本当なのか、モモ？それを知りたければ、ご自分の目で確かめに来てください。ああ！どうしたんだ、モモ？モンスターが！ああ、ダメ！そんなところ！モモ！モモ！はあ、リトさんが助けに来るのを待ってます。はあ、モモ！今の電話、ララはどう思う？でも、本当に檻に閉じ込められてモンスターに襲われていたら大変だよ。分かってる。こうして悩んでる場合じゃないな。俺はモモを助けに行く。念のためラッキーアイテムも持っていこう。リト、やっぱり行ってくれるんだね。ララはここで待っててくれ。勝手にどっかに行ったりしないでくれよ。